漬物の一種。本校で解説する。芝漬けは、芝を束ねて、水に沈め、中に入った魚を捕らえる方法。処刑方法の一種。罪人を芝で包んで縛り上げ、重りをつけて推定に沈める。芝漬け芝漬けは、本来はナスを主体に、乳酸発酵させたもので塩漬けに分類される漬物。すぐき、千枚漬けと並んで、 京都の三大漬物と言われている。現代では一般には、塩蔵きゅうりやナスなどを、脱塩圧作して加工した調味酢漬けが多い。この酢を使用しない、本来の製法のものは、生芝漬け、生芝漬けなどという名称で販売されることもある。本来の芝漬けは、ナスを主体に、青唐辛子、きゅうり、シソなどを塩に漬け乳酸発酵させた漬物を言う。 京都の伝統的な漬物である。紫洋漬であり、紫洋とは赤じそのことである。京郊外の大原は赤じそが名産であった。平家滅亡後に大原に陰性した県令門院が若光院に陰性した際に里人の差し入れた漬物を気に入った。そこから紫葉の漬物イコール、紫洋漬と名付けたという伝承がある。一般に、 わつけとして流通しているものの多くは、塩蔵リを主体として、茄子、生姜、シソの葉、苗芽などと共につけた調味付けを言う。巻き寿司に用いる芯のための業務用の製品もある。6野菜類、日本食品標準成分表ペン、文部科学省科学技術、学術審議会主言調査文化会、2015年12月25日、2015年版。 ISBN 978から4から8645811892016年10月15日閲覧 ABCD 前田康彦、漬物学幸い書房、2002年196ページ ISBN 978から47億8210万 2183AB 前田康彦、漬物学幸い書房、2002年305ページ ISBN 978から47億8210万2183ありがとうございます。